似顔絵。以前働いていた介護施設であった実話。認知症のじいさんが絵が好きでいろいろと描いていた。職員の顔、他の利用者の顔、案外うまくて、ああこれは〇〇さんだなって一目でわかるくらいだった。ある日そのじいさんの居室外をしたんだけど、急にその頃から興奮して妄言が多くなった。急に叫んだり暴れたりするんで、職員もかなり困っていた。そしたらじいさんが、紙とペンをっていきなり言い出して絵を描き始めた。描き上がった絵を見せながら、こいつが毎日わしを苦しめよるって言ってて、絵には首がくくられて舌が出ているハゲた老人が描かれていて、気味が悪かった。いつもの妄言だと思ってこちらは気にはしていなかったんだけど、休憩時間に年配の職員さんに見せたら、青ざめた顔で言った。バツバツさんだと。詳しく聞いてみると、以前バツバツさんという人がその施設で自殺をしているらしい。暴れるじいさんだったから拘束していたらしいのだが、その拘束に使っていた紐で職員が目を離した隙に首を吊ったそうだ。そういえば〇〇さんが今いる部屋はバツバツさんの部屋だったな。その部屋、俺が働いている間に何人か入ったんだが、皆状態がひどくなってしまった。今は改装されてその部屋はなくなったらしいし、俺はそこを辞めてしまったから後のことはわからない。ただお祓いとかしたとは聞いていないから、もしかしたらまだそこにいるかもしれない。見てるよ。私は一人暮らしをしている。この間、実家の父と電話をしていたら、突然父の声が、電子音と人の声を混ぜたような、とても文字では書き表せない音になった。水のゴボゴボっていう音と、甲高い金属音と、人間の声を混ぜて、人の言葉を喋らせたら、あんな感じに響くかもしれない。全体的に早送りっぽかった。うまく伝えることができないのが悔しい。とにかく気持ちが悪くて不快な音。ちゃんと会話みたいに抑揚や区切りもついていた。突然のことすぎて、お父さん、お父さん、怖いから切るよ、と半泣きで叫んで電話は切った。でも切る直前に、はっきりと聞こえた。見てるよ。って、早口の音。それだけは、ちゃんと聞き取ることができた。勘違いかもしれないんだけどね。怖すぎて、しばらく電話はかけられなかった。その変な声になった時、父側は、私の声や変な音は一切聞こえなくなっていたらしい。結局それからは何もないけど、今もあの気持ち悪い音を思い出すとめちゃくちゃ怖い。電波障害とかかな。それだったらまだいいんだけど。
クリーニングテープ。仲間から聞いた話。友人 R の親父は自動車の整備工で、子供が生まれると同時に一軒家を買った。R は一人っ子で、家族三人でその家で暮らし、普通に大きくなっていった。そして中学生になり、俺とも仲間になった。ある日 R が帰り道で、ヨドバシカメラに行かないかって誘ってきた。俺たちの中学は私立だったから、帰り道、丸々駅のヨドバシに行った。R は、最近ビデオの映りが悪いんだよな、と言って、クリーニングテープと CD を買って帰宅した。その次の日、なぜか R は学校に来ていなかった。授業中、R にメールをすると、今から行くよって帰ってきた。昼休み、R が浮かない顔で登校してきた。俺や他の仲間たちが、どうしたんだよと元気に話しかけると、R は重たい口を開いて話し出した。実はさ、昨日クリーニングテープを買って早速使ったんだよ。あれってさ、普通は何も映らないよね。でもさ、映ったんだよ。そんな、どうせ嘘だろ。そんな言い訳、教師に通用しないんじゃないか。みんなこの時は笑う余裕があった。まあ信じなくてもいいけど。R はそう言って続きを話し出した。新品だったからさ、ビニールを破いてビデオデッキに挿して再生したんだ。で、動き始めたんだけど、10秒くらいしてからかな、急に明るい画面が映ったんだよ。で、見たことある風景が映り出したんだ。どこだと思う？もう周りにはごちゃごちゃ言うやつはいなくて、R の話に聞き入っていた。それがさ、俺の家のリビングなんだよ。家具の配置から何から何まで全く同じなんだ。しかも途中で見たこともない子供が映ってて、昔俺が遊んでいた戦隊もののおもちゃで遊んでたんだよ。誰もいない部屋で黙々と遊んでたんだよ。しかももちろんその子供、昔の俺になんて似てもいないし、全く見たこともない子供なんだよ。で、一分くらいすると急にカメラの方を子供が振り向いたかと思うと、そこでテープが切れたんだよ。 R の話では、その後やたらと腹が空いて、いつもはあまり食べないけど大量に飯を食って、その後ソファーで寝てしまい、頭が痛くてなかなか起きることができず、今日遅刻してしまったという。ちなみに、ビデオに映った少年は、そのソファーの上で遊んでいたという。まあ、気のせいか思い込みかなとは思うんだけど。あと、これは言いたくなかったんだけど、その R、もうこの世にはいないんだ。友人だったのに、こんなことを言うと、R は怒るかな。まあ、ビデオとは関係ないと思うけどね。バイクの事故だから。金木犀の香り。ばあちゃんは手荒れがひどくて、金木犀でオイルを作って、ハンドクリームにしていた。そんなばあちゃんの手が大好きだった。いつも豆腐を買いに一緒に散歩した。
危ない車道にはばあちゃんがいて手を引いてくれた。土手を歩いているとき、後ろから中学生が猛スピードで自転車を突撃させてきた。私は怖くて避けたら、ばあちゃんが私をかばって車道に。ばあちゃんはトラックに跳ねられて死んでしまった。中学生は、やべ、とか言って逃げていった。悲しくて、あまりここからの記憶はない。これは20年前のことだから。そして今年初め、庭で遊ぶ子供から一目離した時、車にはねられた。10メートルくらい飛ばされて、私は発狂して子供に駆け寄ると、子供はボケッと座っていた。子供に大丈夫って確認をしたら、知らないおばあちゃんが助けてくれたと言った。あたりにはおばあちゃんなんかいなかったけど、季節外れの金木犀の香りがした。多分私のおばあちゃんだ。二度も私を助けてくれた。ありがとうって言いたい。おばあちゃん大好き。死んでも私を気にかけてくれてるんだと思ったら、いつも涙が止まらない。紫の10年ほど前の話。友人と3人でドライブ中の出来事です。近所でも有名な走り屋たちが集まる山のふもとを通りかかると、相変わらず大きな音をさせ、次々と車が山を下ってきました。すると一台遅れて、赤い車が前方からやってきます。なんかおかしい。友人の一人がその違和感を口にしました。あの車、なんか乗ってる。私と、もう一人の友人が同時に言いました。人が乗ってる。赤い車の屋根に白髪のおばあさんがしっかりとしがみついているんです。そしてすれ違いざまに私たちは見てしまったんです。おばあさんの異様なまでに光る紫の目を。幸運にもおばあさんと目を合わさずに済んだんですけど、もしあの時目が合っていたら、もうここには存在していなかったんじゃないかなって、そんな気がして、今でも震えてきます。レモンキャンディー。私が子供の頃の話です。ある日、友達の家族とうちの家族とで一緒にキャンプ場に行きました。近くに湖があるのどかな感じのキャンプ場です。そこにテントを張って一泊二日のささやかなキャンプを楽しんだんです。そして夜になり、友達と共に肝試しをしようという話になりました。大人たちは危ないからやめなさいと止めましたけど、俺たちは忠告を無視して肝試しをやりました。肝試しといっても夜の湖を一周し帰ってくるだけのものでした。友達がまず湖を一周してきました。友達は顔色一つ変えずに、今度はお前の番だと俺を促しました。俺も怖くなんかないさと思いながら湖の周りを歩き始めました。しかし湖の周りはとても暗く不安になってきたんです。そんな時前方から
懐中電灯を持った人が近づいてきたんです。私は身構えましたが、その人は俺もよく知っている友達のお父さんでした。その人をここからは A と呼称します。安心した俺は A に湖を一周したら戻ると告げました。すると A は自分もそこら辺をぶらついたら戻ると言ったんです。別れる際、 A は私にレモンキャンディーを渡してくれました。そのレモンキャンディーは後で食べようとポケットにしまって、そのままテントまで戻りました。テントには自分以外の全員が揃っていました。俺は A にレモンキャンディーのお礼を言わなければならないと思い、そのことを伝えると、おかしなことを言われました。レモンキャンディーなんて知らないぞ。何のことだ？と。俺は A がからかっているんだろうと思ったんですけど、どうも本当に A は、レモンキャンディーをくれたどころか、湖で俺に会ったことさえ覚えていないようでした。俺の母親も、A は一度もテントから出てはいないと真顔で言っていました。いよいよ薄気味悪くなった俺は、そのまま寝袋にくるまって寝てしまいました。では俺が湖で出会った A のような人物は一体誰だったんだろうか。その時もらったレモンキャンディーは気味が悪くなり、キャンプ場の湖に放り投げて捨ててしまいました。Thank you.